はいそれではコード法について説明しましょうコード法っていうのは角度を表す方法の一つです例えば今ここの角度を表したかったとしますこの角度 θ と置きますコード法で表す時何やるかっていうとここの θ を見込む円弧の長さを求めますここの長さが x だったとしましょうそしてこの長さを この円の円半径 R と比べます。比べるっていうことは x が果たして半径 r の何倍かっていうのを求めるということになりますでこの円弧が半径の何倍かという比をもってしてこの中心角 θ を表しますこの時 r も x も長さが単位ですのでこれ分数 r 分の x は単位のない量になります だから単位の内料をポコンと3だよ5だよって言っても一体その数字何かわからんなるのであえてラジアンあのラジウスっていうのは英語の半径って意味ですけどもそれと同じ語源ですラジアンっていう単位を使ってその数字が半径,半径じゃない角度であるということを示しますちょっと例を説明しましょうこの円弧の長さがちょうど半径と同じ r だったとしましょう さあこの時にこの中心の角度は一体この方ではどのように表されますかちょうどシータはこー方ではこの長さが半径の何倍かなって言って計算するから r 分の r を計算すればよいとああんや1ラジアンやなっていうことが分かります1ラジアンって大体何度くらいですかね この絵見てください。ちょうど半径が、R、ですね。つまりここも R です。でちょっと乱暴ですけども円弧の長さが R だっていうことはここの長さも大体 R ですね。ということは今書いた三角形この三角形は正三角形にかなり近い形ということになります。 つまり1ラジアンはどのくらいの長さかっていうと大体大体60度ということになりますはい次はこの一周を表すような角度かこー法でいくらになるか考えてみましょう度数法だと360度ですねさてこの一周分のここの 円弧の長さがどんだけになるかっていうと皆さんご存知のように半径が r やったとすると円弧の長さは 2πr っていうことになりますそうすると今表したいこの一周を表す角度っていうのは円弧の長さ 2πr 割ることの半径 r というわけであなんやこれは結局 2πr。 ラジアンということが分かりますはい次はここの角度が 60° 度の時にこの 60° 度を度法で表すとどんだけになるか考えてみましょうこの半径は r である時にこの個の長さはどんだけになるかっていうと個の長さ x っていうのはこれ円周に沿って1周すると長さが 2πr ですね 2 π r かける、そして1周は360度だけど今中心角が60度なんでこれが今求めたいこの x ということになりますこれ計算すると2 π r かける6分の1とイコール3分の πr ですねさあこの方でこの60度を表すとじゃあどんだけになるかっていうと 6 0度というのは半径が R それに対して今6 0度を見込む長さ x っていうのが3分の πR なんで結局これ3分の π やなとわかりますこれ π っていうのをちょっと数字に直して大体の値求めてみましょうそうすると大体3分の3.14になりますので これ大体1.02ぐらいの値ですねでちょっと前に1ラジアンって大体60度ぐらいだよねっていう話をしましたでここで60度計算してみるとだいたい1.02ラジアンということが分かりますつまり、ね、先ほどの説明の60度たい1ラジアンっていうのが正しいということがここでも分かります